はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、また伊勢中川の駅にいるんですけど、まあ、今日ね、僕ね、夜から夜勤なんでね、ちょっと午前中になんとかしときたいなという、軽い撮影をねしたいなと思って、今ねもう8時40分ですね。朝の8時40分になりますということでね、はい、ちょっとね電車乗って行こうと思うんですけど、今回は踏切シリーズやってみましょうか。踏切シリーズでね、今伊勢中川の駅いるんですけど、伊勢中川の駅からねちょっと数駅行ったところに、なんだこの踏切っていうような踏切があるんでね、ちょっとそこを攻めてみたいと思います。どこへ行くのがね、はい、ということでね、まあ早速行ってみましょう。焼き上げもう頑張ってるな。はい、ということでよろしくお願いします。行ってみよう。珍しい、僕が6番乗り場行くことは結構珍しいんですけどね。普通電車東青山行きの普通電車が2両編成で参ります。6番乗り場。あ、来た来た。よいしょ。これがワンマンじゃないっていうのがすごいね。途中から乗ってきた人はああやって清算するんかな。はい、ということでこの東青山行き普通乗って行きたいと思います。東青山行き普通電車が発車します。This train is the local train bound for Higashi Aoyama. あれ面白そうだな。これスタンプラリー。次は伊豆市。Please be careful.
さあということで到着しました。近鉄大阪線大光駅ですね。はい、電車で降りるの初めてじゃないかな。車では何回も来たことはあるんですけど、まあ、目の前がね165号線なんでほぼほぼね通ってるんですけど、ここにね踏切があるということでね、これね大光と伊勢石橋ちょっと車窓を見てもらったかもしれないんですけど、こっちにもね、踏切が、謎の踏切があって、逆側にもね謎の踏切があるんですよね。どっち行こうかな迷ってるんですけどね、どっちも行けないんでね、さすがにちょっと1時間半ぐらいで切り上げたいんでね撮影を、まあ、とりあえずねちょっと考えながら行ってみようと思います。最高、大光降りたん初めてかな、いつも車ですからね。今時間が9時12分なんで、まあベストはこれなんですけど、まあこれを10時49分で帰れたらいいかなと思います。で伊勢石橋大光間にねなんかちょろっとね踏切があったと思うんで、まあそっち行ってみようか。はい、ということで今回は大光伊勢石橋間の踏切をちょっと攻めてみたいと思います。行ってみよう。はい、とりあえず165号線に来ました。ということでここはねほぼほぼ毎週通ってる、まあ、毎月月1は必ず通るところですね、まあ、月1、月2、月3それぐらい。ということで165号線です。夜勤前なのにねこう歩くなんて、もうさっくり終わらしたいんですよ、さっくり。でこの165号線を大光から歩いて越えてこっちなんですよね、こっちにあると思うんですけど、こんな盛り土のね、盛り土のところの線路なのにこんな踏切なんかあるのかよみたいなね感じなんですけど、あでもあそこに見えてきましたね踏切、これかこれだな。何これ。あ前にね犬の散歩してる方とお子さんがいらっしゃいますから、あここ使うのかな、この踏切使うのかな、使わない。あ鳴ってる鳴ってる。ですね、お、この先踏切通れませんって書いてある。これ車が通れないんでしょうね。すごいところにあるな。よいしょ。な
るほど。はあ。すげえな。はい、着きました。踏切道大光第1号踏切になります。まあでも大光の駅がねすぐそこなんでね、まあすぐ来れるかなという感じですね。しかしなんだこれ。ここは障害物検知のセンサーがないですね。はい、ないですね。あ、なんか来たぞ。お、ここにも踏切がありますね。まあでも踏切自体は至ってシンプルな踏切ですね。はい、音も特にさほど気にするようなものではありませんし、さあ問題はこの先ですよね。この先どこ行くんやろ。え怖えよ。ということで、もう一個ぐらい電車来へんかな。ちょっと解きたいですね。なんか特急が来ますね。火の鳥かアーバンライナーどっちかが来るかな。あ、火の鳥だ。すげえすげえ迫力が。ということで大光第1号踏切でした。まあこんな感じなんですね。はい、大光駅からね徒歩5分ぐらいで行けるところなんで、もしよかったらお越しください。ということでね、この大光第1号踏切のこの先どこ行くんだろう、ちょっとね行ってみたいと思います。これがでもコンクリートになってるからね、きっちりねこう道はあるというような感じでしょうね。うわ、めっちゃ涼しいし、なんか道がなくなってきてるんですけど、ん？あ、なんか分かれ道がある。これ何これ。
なんか何これ、何も書いてない慰霊碑。はあ、あでも山神様って書いてますね。山神様を祀る広場なのかな、ここが。いや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 、こんな感じですね。これでもさっき山が、あれどこ行くのこれ。なんかね、ところどころにね、あの行くところがいっぱいあるんですよ。あ、クモの巣。何これ、え、何これ、え、なんか学校に着きましたよ、学校。はあこれ、え、どういうこと。いや、まあロープで縛ってるからもう入れないようにはしてるんですけど、まあ簡易的に切ったら入れるんですけどね。え、これだけ、これ何、避難通路みたいな感じ。なんか悪者が襲ってきたら避難する通路とか、こんな感じ。こっちもなんかあるけど、うわ、ちょっと待って、クモの巣がすごい張ってる。え、多分誰も通ってないんでしょうね。クモの巣だらけです。でも道はあるんでね、大光第1号踏切の隣にあと大光第2号踏切に行きたい感じはするんですけど、ちょっとね、クモの巣が結構張ってますよ。やんだおりゃ、いや体張ってるね。夜勤前にこれはええ運動やで。雲とかいないだろうな、雲とか。あ、なんかある。これ何、これ、ここにもなんかある。これは誰かのお墓なのかな。なん、まあでもね、一つね、安心できるのがね、あの人の声が聞こえるっていうのは非常に安心できる。もうすぐそこ民家が見えるんですよね。この竹やぶの、竹やぶがあるんですけど、竹やぶの向こう民家があるんで、人の声聞こえるっていうのは非常に安心しますよ。失礼します。明治33年、明治33年なんて書いてんのかもう分からへんな。証券建てましたよと。これ誰のお墓か全然分かんないですね。はい、と、まあこういうね、ちょっとお墓だとは思うんですけど、ありますね。よいしょ。さあ、こうやってね、ところどころにね、こうクモの巣が張ってるんですよね。これちょっと取って、取っていかないとね。ちゃんとね、道みたいになってるんで、
何かあるのかなこの先はみたいなね。お、下ってきた下ってきた。ん？ほう？はあ、ここから先は行けなさそうですね。そこにね、そこに近鉄大阪線見えるんですけど、これちょっと見にくいんですけど、ここ踏切あるんですよね。ここに行きたいんですが、この手前に池があってね、これ以上は多分道になってないですね。ということで戻りましょう。ということでね、大光第一号踏切はね、なんか山神様の慰霊碑とお墓と、そしてまあ学校緊急避難の時の、昔はねここから登校してたかもしれませんね。ここ登って学校行ってたっていうのもあるかもしれないんですけど、今はもう使われてないですね。ということで学校に通ずる道がある、あれは小学校かな、そんな感じがするんですが、という大光第一号踏切です。かなり需要はないものだと僕は思います。まあ蜘蛛巣が張ってるんでね、はい、まあそんな感じでね、戻って参りました。さあ時間は、時間大丈夫かな、38分。もう一個行ってみる。でさっき行こうとしてた踏切がここまで行けんのかなと思ってたんですけど、行けませんでしたので、まあこっちから歩いていくか。はい、まあちょっとまだ時間があるんで行きます。歩いて頑張ります。まあね、みんなおばあさんが畑されてますけど、こうね下は民家もあるんでね、そういうところになってますね。ということで大光第一号踏切でした。でこっちを歩いていくんですね多分。あ、ガドラ付き。まあ、以前ね紹介させてもらったんですけど、ここら辺はね、中西鉄道のね廃線跡ということでね、一回車では通ってるんですけど、紹介はさせていただきました。さあ来ましたが、この踏切どうやって行くの。え、あの踏切どうやって行くの、あれここ登っていくの。え、違う。あ、ここですね。なんか来たぞ。はいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。これ電車の大阪線の脇を通ってますよ、これ。すごいな。さあこれすごいんやけど、電車来た。
ということでやってまいりました大光第2号踏切になります。ここはね結構立派な遮断機もありますしすごいんですけど、これなんなんこれ、これ何これ、これいけないでしょどう見ても。これ踏切いる、これ絶対いけへんよこんなん。よっぽどの覚悟していかないといけませんよこれ。一応障害物検知もないですね。はい、また来たかな何か。いやこれ、あ、来た、いいなこれ。いやすごいだろうこの踏切はすげえな、なんだこりゃ。踏切道大光第2号踏切、ここにね、書いてある特殊小型を除くと書いてますね。車はまあもちろん入れないんですけど、これ入れないでしょ。いやいやいや、これはさすがにいけないな。ということでこれは需要のほんとなくなった踏切ですね。昔は需要があったのかもしれません。もしかしたらね、あの小学校行く時とかにね使われてた踏切かもしれませんが、これだってさ、フッ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 ってこう歩いていくじゃないですか。うわーってなるよ、うわーって。いやいや、これ大和田の踏切も結構すごかったけど、このもう踏切の先行き止まりみたいなね、これはすごいね。なんなのこれ。はい、ということでね、まあ障害物検知もないんでね、ここはちょっと危ないかもしれませんけど、まあ需要がないんでね、使われる方で入る入り口がね、もうこう草むらなんですよね。はい、昔は需要あったのかもしれませんが、もう今は完全になくなったと言っても過言ないんじゃないかな。はい、ということでもうこの先はもう行けませんけど、こんな感じになっております。大光第3号か、あ、大光第2号ね、はい、第2号踏切です。ただしね、周りの景色は非常にいいですね。あー、これはいい眺めですよ非常に。でね、以前も紹介したと思うんですけど、ここにね中西鉄道が走ってたと言われてますね。だからこの辺でね、中西鉄道と近鉄が最接近した場所ですね、この辺りが。まあその頃の名残でこの踏切があったのかな、ちょっと考えにくいですけどね。ちょっと地理院地図見てみる、またちょっと家帰ってから見てみようかな。はい、もしかしたらね何かあったのかもしれませんが、はい、ということで大光第2号踏切でした。ということで私大光の駅に戻ります。次の、伊勢中川行き普通で帰ります。10時20分か、間に合いそうですね。あと30分ぐらいありますので。いや、すごいね。まあでも踏切ってのはね、その需要があるから踏切
ができたというなことだと思うので、ね、まあ何かしらね昔は需要あったと思うんですけど、まあ、大満第一号踏切はねお墓とかあるんでこれ残しておくでもいいかなと思うんですけど、大満第二号踏切に関してはちょっとね廃止にしてもいいんじゃないかな、あれ誰も絶対使ってないだろうっていうようなところはありますので。さあ165号線に戻ってまいりました。はあ、やっと戻ってきたよ。お、これすげえ。これ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 。三宮急行の跡じゃないですか、これ。わ、この辺めっちゃ残ってる。わ、すげえな。はあ。こういうところを見るとね、歴史を感じますね。非常に。あ、でも一応バスがあるんですね。2時間に1本程度のバスがあるんですね。伊勢中川ぐらいまで行ってくれたらいいんですけどね。橿原神宮じゃないわ、榊原温泉前は行くんだ。秋の収穫祭。はい、ということで大満の駅に戻ってまいりました。ね、今日は大満第1号踏切第2号踏切をちょっとね巡ってみましたが、まあ、興味があったらね巡ってみてください。第1号踏切はねまだね、まあ、誰も通ってなさそうではあるんですけど一応道はあるんですよ。第2号踏切勇気あったらあの先行ってみてください。はい、アンパンマンになれるかもしれません。すいません、こんなんで。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。